翼くん撮影します。はい、ありがとうございます。頑張れ。最後です。月経番号18番アンズちゃん。アンズちゃん、はい、ありがとうございます。はい、それでは以上のみんなにですね、ご参加いただきたいと思います。はい、この競技をですね、保護犬を代表して五郎丸くんも参加してくれるということです。五郎丸くんもよろしくお願いします。もうここですでに待てしてくれてますよね。五郎丸くん、ここで OK、 ここで OK ということでございます。はい、つまさくんだけですね、膝の上におもちゃ、おやつというルールで行かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 OK、 おやつ OK。 はい、それでは早速参りたいと思います。よろしいでしょうか、皆さんもよろしいですか。待っていきますよ。それでは参ります。位置について、よーい、スタート。さあ、今待て競技が始まっております。お尻が浮いたらその時点で、すいません、アウトとなります。よく頑張りました。よく頑張りました。いい運動、ありがとうございます。あー、クロスくん、あ、クロスくん立っちゃってますね。ワンちゃんから、この退場門の場所にお願いします。はい、お尻が浮いちゃったワンちゃんは、すいません、退場門の方へお願いいたします。みんな、誰かが動いたら、ここに。さあ、しっかり待てができてますね。素晴らしいです。あ、お尻浮いちゃいましたね。ありがとう、かんなちゃん、ありがとうございます。現在44秒が、ね、経過しております。さあ、どうでしょうか。3分を過ぎるとね、誘惑があるということなんですけれども、まあ、でもしっかりね、もうくつろいでるワンちゃんもいますね。素晴らしい。あ、走り浮いちゃいましたね。お疲れ様です。素晴らしい、くつろぎっぷりがもういいですね。さあ、これでもしっかり待てております。頑張れ頑張れ、皆さんもぜひ応援してあげてください。まもなく1分30秒が過ぎようとしております。忍耐力、ここはもう忍耐力の勝負でございます。さあ、3分が過ぎると誘惑が、ね、あるということなんですけれども、あー、お尻浮いちゃいましたね。よく頑張りました、ありがとうございます。さあ、これでもまだ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 頑張っている方たちがいっぱいいます。あ、翼くん、翼くん、お疲れ様でした。はい、2分が経過しました。素晴らしい、もう2分が経過しました。あと1分経つと誘惑があります。どんな誘惑があるんでしょうかね。このあたりも楽しみにしていきましょう。さあ、しっかり五郎丸くんもね、まだ頑張ってますね。谷村選手は手をクンクンかきながら待てをしております。しっかりと2分30秒です。すごいね、みんな。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。よく頑張りました。さあ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 、どうでしょうか。あと10秒ほどで誘惑が、3分が経過しました。今から誘惑タイムでございます。ワンちゃんを誘惑するのは何でしょうか。誘惑が参りますよ。誘惑に負けず待てできるかな。ではワンちゃんのそばを人が歩きます。今のセーフにしましょう。今のセーフにしましょう。ワンちゃんのそばをどうぞ歩いてください。人が歩くという誘惑。そうですね、こうまんべんなくこう歩いてください。
そば悪くという誘惑にも負けず、ではこれから走ります。どうぞ走ってください。あ、やっぱりこう、ね、誘惑に。さあ、おお、それでもしっかりと待てができている、素晴らしい。ではこれからおもちゃが転がります。なんという誘惑でしょうか。おもちゃをどうぞ転がしてください。おお、わあ、おでこお尻向いて大丈夫。ああ、いや、よく頑張った、よく頑張った、よく頑張りました。4分半で経過しました。これからおもちゃの音が鳴ります。お願いします。おもちゃの音お願いします。なんという誘惑だ。動くなという方がね、曲ですね。あー、ゴロー、ギリセーフ、ギリセーフ、ギリセーフ。さあ、まだ頑張ってます。お疲れ様でした。あー、お疲れ様でした。5分経過で2頭残ってますよ。ひよりちゃんとゴロー君、そうですね、いいですか。じゃあこれで、でも最長記録は測りますか。測ります。じゃあまだまだ5分が経過しております。もう優勝は決まりましたが、記録を経過します。次はですね、おやつという誘惑があります。お願いします。なるほど、五郎丸も反応してる。さあ、ひよりちゃん、おやつが取るよ。あー、五郎丸が取った。すごい。ということで、ひよりはい、じゃあ以上をもちまして終了と、5分半がタイムとなります。ひよりちゃんの優勝です。おめでとうございます。おめでとうございます。皆さんもありがとうございました。ねえ、五郎丸くんも最後まで頑張りましたけれども、ひよりちゃんの優勝でございます。ありがとうございます。さあ、それでは次の競技、お座り競技に出る方はこちらのスタート地点までお越しください。お願いします。座らせ方とか、はい、それではこれよりお座り競争、はい、参りたいと思います。入場門の近くまでね、参加される皆さんお越しください。よろしくお願いいたします。さあ、それでは今からですね、お座り競争ルールを簡単に説明いたします。こちら入場門の方から、列に並んでいただきましてですね、用意スタートします。スタートしますと、三角のコーンがそれぞれございます。そこの横で必ず一度お座りをしてください。お座りをしてまた走り出す、お座りをしてまた走り出す、そしてゴールを目指すというルールになっております。全体で最短記録を出したペアが優勝となります。それでは早速お呼びしたいと思います。まず一組目、第一コース、カンナちゃん。はい、カンナちゃんお願いします。第一コース、カンナちゃんです。第二コース、ハミーちゃん。第三コース、サンちゃん。はい、ではこの3組のペアに、今から走っていただきたいと思います。さあ、それぞれご準備はよろしいでしょうか。ハンナちゃん、ハミーちゃん、サンちゃんのご準備よろしいですか。必ずコーンのところにお座りして、コーンのところでお座りして繰り返してください。よろしくお願いします。さあ、それでは皆さんも応援よろしくお願いしますね。参りましょう、よーい、スタート。頑張れ頑張れ。
さあ、頑張れ頑張れ、みんな応援してください。そうですね、このところでお座りとなっております。お、サンちゃんが一歩リードか。サンちゃんが一歩リードしております。おめでとう、サンちゃん1位。さあ、まだまだ頑張れ頑張れ。サンちゃん、ご挨拶よ。カミちゃん、カミちゃん、まだちょっと負け競争してるかもしれない。負けができるかな、もう終わったよ。頑張れ頑張れ。さあ、ハミちゃん、サンちゃん、ハミちゃんとサンナちゃん、前で通してたんだよ。あ、いいですね、動きました。頑張れ頑張れ。あー、よし、ね、ちゃんとお座りができますね。あ、もうちゃんともう同じタイミングで拒んでるあたりも素晴らしい。あ、もういいでしょ、そこでもういいでしょ、しましょう、行きましょう、これを向かって。お疲れ様でーす。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。それでは第2組に行きたいと思います。第2組の1コース、ひよりちゃん。さあ、先ほどね、まずできるかなで優勝するひよりちゃん、第1コースお願いします。第2コース、ヨナちゃん。第3コース、お姉ちゃん。行こうぜ。さあ、精鋭たちが揃いました。参りたいと思います。よーい、スタート。コーンの横でお座りをお願いします。梅ちゃん、梅ちゃんがね、梅ちゃんは去年全くお座りが、ね、このステージでできなかったというリベンジ。梅ちゃん今一歩リードです。一歩リード、梅ちゃん1年経って成長の証を。ひよりちゃん頑張れ。お座りして、おっと、ありがとうございます。ヨナちゃん、ヨナちゃん31秒。さあ、ひよりちゃんもさっきのマチの癖がね、ちょっとついちゃったかもしれません。はい、オッケー。梅ちゃん、よく頑張りました。さあ、ひよりちゃん頑張れ。頑張れ、ひよりちゃん。いつもと違う環境に少し戸惑いもあると思います。頑張れ頑張れ、ケンカ。さあ、ひよりちゃんが大好きなおやつをね。お、お、お、素晴らしい。いいですね。最初からこれができるならね、みんなよかったんですけれども、特別ルールでございます。 オッケー、オッケー。さあ、最後ゴールを切って、オッケー、よく頑張ってくれました。ありがとうございます。さあ、どんどん参りたいと思います。第3組1コース、バディーくん。1コース、バディーくんお願いします。第2コース、ピックピッちゃん頑張れ。第3コース、イズモンくん。さあ、また精鋭たちが揃いました。準備はよろしいでしょうか。参ります、よーい、スタート。あー、早い、あー、早い。コーンの隣でお座り、早い早いよ、イズモンくん、早い。かわいい、速いペース、速いペース。おっと、イズモン君。そしてバディ君、オッケー。キック君もよく頑張りました。イズモン君18秒、今のところ最短記録ですね。最短記録出ております、ありがとうございます。さあ、続いて最後の組となります。第4組、1コース、ゴンタ君。第2コース、クロスケくん。第3コース、つばさくん。ありがとうございます。
さあ、そしてハピネス&フリーダムからクーコが急遽参戦いたします。クーコちゃん、さあ、以上この第4です。今んとこ さあ、これではクーコちゃん一気に来てるかな。オッケー、それでは準備整えましたね。参ります。よーい、スタート。頑張れ頑張れ頑張れ。お、すごい、しっかりと通りして、頑張れ頑張れ。お、ボールの先も変。さあ、その先も、ボールも OK。 おっと、ボールの先19秒、そしてその先もゴール。さあ、クーコさんとクロスティのクーコ&クロスティの勝負となってまいりました。さあ、どうなるでしょうか。盛り上げます。今のお座り落ちてるんですね、クーコさんね。あ、クロスティ OK。 さあ、どうなりましょう。さあ、ここで特別ルール、おやつがね、投入されるということでございます。はい、さあ、クロスちゃん、あとちょっと、クロスちゃん、OK。 クーコちゃんゴール。そして、クロスちゃんゴール。1分10秒でございました。ありがとうございます。さあ、そして、今日、今の中で最短記録の方が優勝となるんですけれども、一組目走っていただいてましたハンナちゃん、ハミちゃん、サンちゃんの組なんですけど、申し訳ございません、タイムが測れてなかったようで、ただ記録としては残ってますので、記録を確認後優勝者を発表したいと思います。お楽しみに。ということで、以上、おかわり競争でした。ありがとうございました。一番走らなそうな。さあ、では続きまして、親子でかけっこでございます。また参加される方は入場門の方へとお集まりください。お願いいたします。またね、チャッキー、チャッキー、親子でかけっこ。いってらっしゃい。さあ、今度はですね、もうそのままスタートからゴールまで駆け抜けるということになっております。ルールといたしましては、ワッちゃんと飼い主さんがテープをくぐった時がゴールとなります。ワンちゃんだけではございません、飼い主さんもくぐった瞬間がゴールとなりますので、よろしくお願いいたします。さあ、それではよろしいでしょうか。皆様、参加される皆様、入場門へとお集まりいただけますでしょうか。全部いいですね。さあ、それではお呼びしたいと思います。まず、第一組目、一コース、サンちゃん。一コースから、おさずて、おさず。頑張れ。第二コース、ヨナちゃん。第3コース、ロン君。以上でございます。この1組目はこの3コースで行いたいと思います。さあ、もう一度ルールをね、お伝えしておきます。ワンちゃんだけではございません、飼い主さんもゴールラインをこすったところで、そこでゴールとさせていただきます。さあ、ご準備はよろしいでしょうか。早る気持ちを抑えられないと思いますので、早速参りたいと思います。よーい、スタート。頑張れ頑張れ頑張れ。よーっと、ヨナちゃんが第一。みんなよく頑張りました。ありがとうございます。さあ、続きまして第2組いきたいと思います。第2組、1コース、ひよりちゃん。
全然走る気なかった。予選構成お願いします。第2コース梅ちゃん。第3コースボディ君。1コースひよりちゃん、2コース梅ちゃん、3コースボディ君となっております。さあ皆さん、流行る気持ちがね、もう抑えきれないと思います。今度はもうゴールへと駆け抜けてください。それでは参りましょう。よーい、スタート。おっと、第2コース梅ちゃんが1位か。お疲れ様でした。さあ、すごい速い記録が続々と出ております。第3組参ります。第3組1コース、カーマン、ハマン、ハマン、イエーイ。第1コース、第2コース、ピッピッ、イエーイ。そして第3コース、イズモ。出雲は去年のリベンジなんですね。なるほど。いいですね、これは気合いの証ですね。あ、うんち、うんち、うんち、ちょっと、ハンマーうんちしちゃった。みんななかなか気合いが入ってます。ちょっと、うんちはちょっと待ってからのスタートとしたいと思います。ここまでですね、1組目、2組目で優勝してくれまして、1位となりましたヨナちゃんとウメちゃんは後ほど決勝戦がありますので、もう一度入場門の方へとお願いいたします。さあ、準備整いましたね。さあ、マティックイズモー参ります。よーい、スタート。さあ、一番早かったのは1位ハーマーかな。ハーマーですね。頑張りました。さっきちょっと軽くなりましたからね、乱れにね。少し乱れになったのが早かったかなと思います。さあ、最後4組目でございます。第1コース、チョンタ。第2コース、クロスケイ。そして第3コース、ツーボーカー。そしてこの組はですね、ハピネス&フリーダムからチョッキーが参加いたします。ファイティングボックスの今田選手、今田選手、チョッキーと一緒にお願いいたします。さあ、準備はよろしいでしょうか。さあ、この組にはね、運動選手がいますからね。さあ、強敵かもしれません。それでは参りましょう。よーい、スタート。さあ、はい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 、クロスケですね。クロスケの勝利でございます。頑張れ、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 皆さんも応援してあげてください。すみません、頑張れ。すみません、すみません、頑張れ、頑張れ。翼くんは全競技出てくれるということでね、ありがとうございます。さあ、ということで、この決勝戦を今から行いたいと思います。順番にお呼びしましょう。第1コース、ヨナちゃん。第2コース、梅ちゃん。第3コース、サーマー。そして第4コースにクロスケ。クロスケ君、頑張れ。さっき走ったばっかりなんでね、ちょっと若いから大丈夫、若いから大丈夫という声が上がっております。あ、まあ、もう若い。さあ、これより決勝戦を行いたいと思います。そうですね、ここで一番早かったペアが優勝となります。お準備はよろしいでしょうか。いきますね。よーい、スタート。おー、梅
梅ちゃんの優勝。去年も優勝を狙っていたという梅ちゃん、優勝です。おめでとうございます。さあ、お疲れ様でした。いよいよ残すところ最後の競技となりました、チーム対抗バンダナリレー。こちらに参加される方はですね、また入場後の方に一度お集まりいただきましょうか。ファンも若いね。さあ、ちょっと次のね、競技の準備しますので、一度ご参加される皆さんもね、ちょっと休憩ということで、ちょっとまた体力を戻していただきまして、よろしくお願いいたします。また準備が整い次第申し上げますので、お待ちください。続いてね、バンダナリレーなんですけれども、準備をいたしますのでね、今しばらくお待ちください。参加される皆さんも一度疲れを戻していただいて、こうリフレッシュしていただいて、万全の体力で臨んでいただきますよう、今しばらくお待ちください。
このコンビだ。なんか。バンダナリレーにご参加される皆様に申し上げます。用意スタートの合図でバンダナを巻いていただきますので、今はちょっとね、今巻いていらっしゃる方はごめんなさい。また競技開始前に外していただくようにお願いします。用意スタートでバンダナを巻いていくようになります。まあ、後ほど詳しくご説明をさせていただきますので、今はまだ巻かずにお待ちください。カメラマンの谷口さん、すみません、すみません、ちょっとこちらで撮影してほしいそうなのでよろしくお願いいたします。バンダナリレーに参加される皆様、今からちょっと誘導させていただきますので、入場門の方にお集まりください。よろしくお願いいたします。1番サンちゃん、2番ひよりちゃん、3番ゴンタくん、4番花子ちゃん、5番クロスケくん、6番アンズちゃん、7番ハーバー、7番まで言いました。次8番です。8番チェイス、次が9番です。9番せいちゃん、9番はなちゃん、10番のせいちゃん、9番花ちゃん、10番せいちゃん、1番ヨナちゃん、2番バーディー君、3番翼、4番ノン、5番梅、はい、6番いつも、はい、6番いつも、はい、
9番2個。8番。はい。8番は。チョッキ。8番チョッキ。船戸選手のチョッキ。9番ファミー。10番殿。はい、ありがとうございます。皆さんバンダー持ってました。赤のバンダーが1個ないですか。さあ今日はねファイティングドッグからドッキーも応援に来てくれております。ハミーちゃんはバンダナが一つ足りないという問題が勃発してますけれども、さあ皆様ありがとうございます。もう間もなくですね、準備も終わりましてスタートしていきたいと思いますが、さあそれではですね、今から走っていただく場所をご説明いたします。走っていただくのがこのヘリポートの周りになります。ヘリポートでですね正方形になっているんですけれども、これを一辺ずつ直線ですね、直線ずつ駆け抜けて次の方にバトンタッチというふうになります。今から誘導させていただきますので、ご一緒にご移動お願いいたします。で走る、走らないワンちゃんはもう中でお待ちいただくとかね、していただくようになるかと思います。はい、じゃあそうですね、ピンクのビブスをつけてくれている誘導係のお二人に実際に今から走るコース走っていただきたいと思います。まずですね、用意スタートの号令がありましたら用意スタートでバンダナをワンちゃんに巻いてあげてください。で次に走る方はまだ巻きません。次に走るワンちゃんにはまだバンダナは巻きません。用意スタートで一番最初の方が走り抜けてバトンタッチになったら次のワンちゃんにバンダナを巻いて走り始めるというふうになります。それでは実際にちょっとやってみていただきましょうか。よろしいでしょうか。それでも OK ですね。では行ってみましょう。用意スタート。って言うとバンダナをワンちゃんに結びます。はい、結びました。この直線をお願いします。で駆け抜けたらここでまたバンダナを巻いてください。次の方ね、終わりましたら次の直線です。 OK です。これを繰り返します。この4辺に行きたいと思います。アンカーは、はい、アンカーは1周となっております。はい、
そこがゴールになります。アンカーはそこがゴールになります。そうですね、ちょっとこの周り、ヘリポートの周り、今からあのワンちゃんが走りますので、応援はね、くれぐれもご注意の上、よろしくお願いいたします。さあ、今日ファイティングドッグのドッキーも応援に駆けつけてくれております。ドッキーなんか持ってるね。ドッキーなんて書いてるのそれ。あ、グローバル頑張ると。グローバル頑張るとドッキーが応援に来てくれてます。ありがとうございます。さあ、それでは、各、ね、場所に移動してもらった方がいいですね。はい、では誘導係の皆さんお願いいたします。はい、じゃあ順番に申し上げます。赤バンダナチーム、1番がヨナちゃんです。2番バディ君、3番翼君、4番ロン君、5番梅ちゃん、6番イズモ君、7番リコちゃん、8番チョッキー、9番ハミー、そして赤バンダナアンカーがトノ。そういうこと順番に分かりますかね。その1、2、3、4、5、6、7、8、9、10となってます。それぞれ赤バンダのチームの皆さん分かりましたでしょうか。では続きまして青バンダのチーム読み上げます。1番サン、2番ひよりちゃん、3番にゴンタくん、4番花子、5番のところ1番のところにまた行っていただければいいですね。5番クロスケ、6番アンズ、7番ハーマー、8番セイ、9番ハナ、そして10番はセイちゃんです。それぞれ番号分かりましたか。1、2、3、4、そしてまた5、6、7、8、9、10と並んでください。こちらにお願いします。1、2、3、4。はい、まず青チーム 1番サンちゃん、5番クロスケ、そして9番がハナちゃんです。赤バンドのチーム1番がヨナちゃん、5番がウメちゃん、9番がハミーです。ハミー1番のところにお願いします。走らないよな。2番ひよりちゃん、6番があんずちゃん、そして10番にせいちゃん。はい、赤バンドのチームが2番バディ君、そして6番インズマ君、10番トモ。じゃあもう一回、
い、じゃあ第2コースを呼んでいきますね。青バンドのチーム1番、2番ひよりちゃん、6番あんずちゃん、10番せいちゃん。はい、赤バンドのチーム2番バディくん、6番出雲くん、そして10番トノ。 OK ですね。はい、3番目いきます。青バンドのチームゴンタくん、そして7番ハーマ。はい、赤いきます。3番翼くん、7番リコちゃん、はい、じゃあ次4番いきましょうか。第4コース、はい、4番いきます。青バンドのチーム4番花子ちゃん、そして8番チェイス。はい、青バンドのチーム4番花子ちゃん、そして8番チェイス。赤いきます。赤4番ロン君。はい、8番チョッキー。 OK。さあ、皆さんそれぞれルール大丈夫でしょうか。もう一度申し上げます。最初の4位スタートで第1コースの皆さんがまずはアンセにバンダナを巻いてあげてください。バンダナが巻き終わりましたら走ってください。そして第2コースのところ駆け抜けたのを確認して次のワンちゃんにバンダナを巻いてあげてください。そしてまた走ります。第3コース走り抜けましたら3番目の方はワンちゃんにその時点でバンダナを巻いてあげてください。行こう、繰り返していきます。最後のアンカー、この女性さんは一周ということになっております。ほぼ一周です。真ん中がゴールとなりますが、ほぼ一周していただきます。最後のテープ係のね、方がね、分かりました。あとゴールテープが用意できましたらスタートとなります。さあ、もう今かと待ち望んでいると思いますので、あと最後にね、アンカーが走り出していましたらゴールテープお願いします。さあ、皆さんご準備はよろしいでしょうか。大丈夫ですかね。それでは本日の最後の競技となりますチーム会長バンドのリレー参ります。よーし、スタート。さあ、バンドの巻いてください。ルナちゃんとサンちゃん、今度はルナちゃん早かった。駆け抜けたのを確認して次のコースをバンドの巻いてください。はい、OK。 サンちゃんも OK。 さあ、赤バンドチーム早い、バディも早い。ひよりちゃん、さあ、ひよりちゃん、最後だ、頑張ろう。
さあ、ひよりちゃんも今ゆっくりとゴールイン。さあ、そして第3コース